さあどでかい大会が終わったら何ですか、恒例の全試合チェックですよ。9月の26日から10月の6日までチャイナスマッシュというどでかい大会が行われていました。ただですね、今回この動画を作ろうとなったのが現在10月の6日の23時です。全試合見ていたら何日かかるか分かりませんので、男子シングルスのみを試合結果のみをお伝えするだけにします。誠に申し訳ない。次の大会からしっかり内容も見ていきます。なので飛ばしてトーナメント表だけを見るか、ラジオ感覚で私の声も聞きながら見ていくのがいいかもしれません。1回戦ラウンド64、結果はこのようになりました。次のブロックを見れば分かるんですけども、このブロックにだけ日本人がギュッとなってしまっている感じで、どうにかならないのかこれはっていうのが話題になっていました。中国ワンチューチン VS 日本、篠塚ひろとは3対0でワンチューチン、デンマークリンド VS クロアチアプツァルは3対2でリンド、台湾ガオチェンルイ VS フランスゴジは3対2でガオチェンルイ、韓国イムジョンフン VS 日本戸上俊介は3対1で戸上、台湾リンユンジュ VS スウェーデンシェルベリは3対2でシェルベリ、フィンランドオラー VS ナイジェリアアルナは3対1でアルナ、カナダリーエドワード VS 中国シュフェイは3対0でシュフェイ、チリブルゴス VS 中国リンシドンは3対1でリンシドン。1個上に上がりまして2回戦、ワンチューチン VS リンドは3対1でリンド、驚きの勝利だったんですけども、なんともっと驚きなのが試合前にシューズを紛失、なんかなくしてしまったようで、ランニングシューズで試合をしていたという、幸運のランニングシューズなのか実力なのか、実力でしょう。ガオチェンルイ VS 戸上俊介は3対1でガオチェンルイ、シェルベリ VS アルナは3対1でシェルベリ、シュフェイ VS リンシドンは3対0でリンシドン。1個上に上がりまして3回戦、リンド VS ガオチェンルイは3対2でリンド、リンドはこの試合前にシューズを買ったみたいです。シェルベリ VS リンシドンは3対2でリンシドン、惜しいシェルベリ。準々決勝はリンド VS リンシドンで4対0でリンシドン、リンシドンがベスト4進出ということになりました。男子シングルス2枚目、結果はこのようになりました。フランスエフルブラン VS ポーランドレジムスキは3対1でエフルブラン、スペインロブレス VS オーストラリアルーは3対1でルー、オーストラリアラム VS 中国シャンパンは3対0でシャンパン。シャンパンの発音はこれで合ってるかね、コメント欄で教えてほしいです。ドイツドゥダ VS エジプトアサールは3対2でアサール、スウェーデンモーレゴード VS 日本吉村真晴は3対0でモーレゴード、日本松下空 VS カザフスタンゲラシメンコの試合は3対0で松島、ルーマニアイオネスク VS エジプトベイアリは3対1でベイアリ、香港ウォンチュンティン VS 日本張本智和は3対1で張本。1つ上に上がりまして2回戦、エフルブラン VS ルーは3対0でエフルブラン、シャンパン VS アサールは3対1でシャンパン、モーレゴード VS 松島空は3対2でモーレゴード、ベイアリ VS 張本智和は3対0で張本。1個上がって3回戦、エフルブラン VS シャンパンは3対1でシャンパン、モーレゴード VS 張本智和は3対2でモーレゴード。モーレゴードはこれで1回戦から吉村松島張本と勝利したことで、インタビューで全日本選手権で優勝したみたいですって答えたみたいですね。ユーモラスなモーレ兄貴好きです。準々決勝はシャンパン VS モーレゴードで4対3でシャンパン。試合見てないんですけども、4ゲーム目18対20でモーレゴードが取ってますね。熱い試合です。見てないのは本当にごめんなさい。男子シングルス3枚目、結果はこのようになりました。中国リンガオエン VS イランノシャドアラミアは3対1でリンガオエン、中国チェン VS 台湾フェンイーシンは3対2でチェン。チェンの後の名前の読み方がちょっと曖昧なのでごまかしました。次回まで調べます。デンマークグロート VS スウェーデンファルクは3対2でグロート、台湾リャオチェンティン VS 韓国ジャンウジンは3対2でリャオチェンティン、ドイツオフチャロフ VS 韓国オジュンソンは3対2でオフチャロフ、中国ジョーチーハオ VS ポルトガルフレイタスは3対2でジョーチーハオ、オーストラリアサリン VS インドアチャンタは3対1でサリン、中国シュハイドン VS 中国リャンジン君は3対0でリャンジン君。一つ上に上がりまして2回戦、リンガオエン VS チェンは3対2でリンガオエン、グロート VS リャオチェンティンは3対1でグロート、オフチャロフ VS ジョーチーハオは3対2でジョーチーハオ、サリン VS リャンジン君は3対0でリャンジン君。一つ上に上がりまして3回戦、リンガオエン VS グロートは3対0でリンガオエン、ジョーチーハオ VS リャンジン君は3対2でリャンジン君。準々決勝はリンガオエン VS リャンジン君で4対2でリャンジン君、リャンジン君がベスト4入りを決めました。ラスト男子シングルス4枚目、中国マロン VS イングランドピッチフォードは3対0でマロン、インドタッカー VS 中国サオベイシュンは3対0で
でツァオベイシュン、中国ユアン・リツン VS 韓国イサンスは3対2でユアン・リツン、スロバキアワン・ヤン VS ドイツフランチスカは3対1でフランチスカ、スロバキアヨルジッチ VS ドイツメンゲルは3対0でヨルジッチ、日本田中裕太 VS 中国シュインビンは3対1でシュインビン、韓国アンジェヒョン VS 韓国チョデソンは3対1でアンジェヒョン、フランスアレクシス・ルブラン VS ブラジルカルデラノは3対0でカルデラノ、一つ上に上がりまして2回戦、マロン VS ツァオベイシュンは3対1でマロン、イサンス VS フランチスカは3対0でイサンス、ヨルジッチ VS シュインビンは3対0でヨルジッチ、アンジェヒョン VS カルデラノは3対1でカルデラノ、一つ上に上がりまして3回戦、マロン VS イサンスは3対0でマロン、ヨルジッチ VS カルデラノは3対2でカルデラノ、準々決勝はマロン VS カルデラノで4対0でマロン、マロンがベスト4入りを決めました。ということでチャイナスマッシュ男子シングルスのベスト16メンバーはこのようなメンバーとなりました。勝ち上がり方はこうなりました。準決勝リンシドン VS シャンパンは4対2でリンシドン、リャンジン君 VS マロンは4対0でマロン、決勝は中国若手リンシドンと引退を表明しているマロンということになり4対3でリンシドンの勝利となりました。マロンが3対1でリードしていたところからまくったリンシドンという世代交代となってしまうのか、まだまだベテラン勢が頑張っていくのか、ファンジェンドンは戻ってくるのか、ちょっとわからないという、そろそろ中国メンバーが一新されるのかもしれません。それではバイチャイチャイ。